アメリカ合衆国ニューヨーク州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は65,707人であり、2000年の63,303人から3.8%増加した。軍庁所在地はクイーンズベリー町であり、同軍で人口最大の町でもある。軍名は、 アメリカ独立戦争のバンカーヒルの戦いで戦死して英雄になったジョセフ・ウォーレン将軍にちなんで名付けられた。ウォーレン軍はグレンズフォールズ大都市圏に属している。1683年にニューヨーク植民地で軍が作られた時、現在のウォーレン軍地域はオールバニ軍に属していた。これは巨大な軍であり、 ニューヨーク州北部とバーモント州のすべてを含んでおり、さらに理論的には西の太平洋岸まで広がっていた。1766年7月3日にカンバーランド軍を分離し、1770年3月16日にグロスター軍を分離したが、どちらも現在はバーモント州に含まれている。1772年3月12日、オールバニ軍が3分割され、 オールバニ軍はその名で残り、一つは東部が入ったシャーロット軍、もう一つは西部のトライアン軍となった。1778年、シャーロット軍がワシントン軍に改名された。これはアメリカ独立戦争時の司令官であり後に、初代アメリカ合衆国大統領になったジョージ・ワシントンを称えるものだった。1788年ワシントン軍からクリントン軍が 分離設立された。このクリントン軍は現在よりもかなり大きかった。1791年、オールバニ軍からケンブリッジの町が移管され、ワシントン軍は少し大きくなった。1813年、ワシントン軍からウォーレン軍が分離設立され、軍名はジョセフ・ウォーレン将軍から取られた。軍の役人は、 コールドウェルのハムレットにあったジョージココーフィーハウスで最初の会合を開いた。コールドウェルの地主ジェームズ・コールドウェルがその町の土地を寄付し、1819年からの軍庁所在地として機能した。レイクジョージには1900年に設立された YMCA の会議場であるシルバーベイ・ YMCA があり、この種のものとしては国内で数少ないものになっている。 シルバーベイインは1904年に建てられ、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。1963年、レイク城寺村にあった軍庁舎が閉鎖され、そこから数マイル南、クイーンズベリーに現在ある、ウォーレン軍市民センターに機能が移された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は932平方マイルであり、 このうち陸地869平方マイル、水域は62平方マイルで、水域率は6.69%である。ウォーレン群はニューヨーク州東部にあり、その東はワシントン群に接している。アディロンダック山地の中に位置しており、標高が2000フィートを超える山も多い。最高峰はゴア山であり、標高は3198フィートである。 公共交通機関、クイーンズベリーからグレンズフォールズへのバス停機便を、グレーターグレンズフォールズ交通システムが運行している。道路を走るトロリーもある。トロリーは、ボルトンランディングから1日4回、通常は、ニューヨーク州道 9N 号線のハースストーンポイントキャンプ場の北を回っている。主要高規格道路群内をいくつかの州道や、軍道が走り、 その総延長は464.7マイルになっている。唯一のアメリカ国道は9号線であり、軍東部を走っている。唯一の週間高速道路は87号線であり、アディロンダックノースウェイとも呼ばれている。レイクジョージ村より南ニューヨーク州道9号線北の北端ニューヨーク州道 9N 号線のみが、軍内、ルザーン湖地域を通っている。グレンズフォールズには、 州が維持する道路が2本あり、州道9リットル号線は市内で終わっている。もう1本は州道32号線であり、ウォーレン郡からワシントン郡に入り、州道196号線で終わっている。グレンズフォールズ市の東には軍道79号線があり、元は州道32号線の一部だった。州道四十九号線は全長十二マイルあり、 軍を横切り、ワシントン軍に入っている。また、修道254号線は、全長6マイルであり、町の南部を通ってやはり、ワシントン軍に入る。修道9リットル号線は、町の中心を南北に抜けている。いくつかの軍道が、ストーニークリークを渡っている。軍道3号線、12号線、22号線、76号線である。 レイクジョージ村、レイクジョージ村と町には、幾本かの幹線道がある。修道 9N 号線は軍内を南北に抜けている。軍道6号線と59号線もある。59号線は、修道 9L 号線の延長であり、クイーンズベリーに向かっている。他に、修道9129号線もあり、出口22号は、ノースウェートの接続かつパークライドとなっている。 レイクジョージ村より北修道418号線のルートボルトンとボルトンランディングの地域は広いが州が維持する道路は q n 号線のみであり群道11号線はノースウェイで出口24号との接続になっているダイヤモンドポイントを通る道路は修道 q n 号線と群道35号線の2本のみであり修道 q n でノースウェイとつなぎウォーレンズバーグで 国道9号線とつないでいる。修道8号線はジョンズバーグで軍内に入り、チスターの町に入って、8号線はハーグの中心で修道 9N 号線と落ち合って終わる。ウォーレンズバーグ地域では州や軍が維持する道路がある。これらには修道28号線と道418号線の国道9号線での終端もある。 また、ソルの群動4号線や、ウォーレンズバーグの修道10号線もある。10号線は東に向かい、ボルトンランディングで終わる。鉄道アムトラックは、グレンズフォールズに駅があり、アディロンダック号とイーサン・アレン号は毎日運行され、モントリオール、オールワニ、ニューヨーク市、バーモント州、ラトランドなどの都市を結んでいる。空港フロイド・ベネット記念空港は、軍が所有する。 公共用途空港であり、グレンズフォールズの北東3海里クイーンズベリーの町に位置している。ウォーレン軍の気候は、ニューヨーク州の大半と同様に湿潤大陸性気候である。冬は、カナダからの冷たく乾燥した空気が流れてくる。夏は、メキシコ湾流が熱く、湿気た空気を運んでくる。熱帯低気圧が襲ってくることもある。 冬のローインスター風が大量の雪や雨を降らせ、時には暴風も吹く。秋と春は外して温暖で快適であり、秋の紅葉は国内でも定評がある。夏と秋には寒冷前線が北から降りてきて、雷雨を起こし、時には激しいものになる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 グレンズフォールズ市役所ウォーレン軍には11の町と、グレンズフォールズ市を代表する20人の軍監督官がいる。保安官事務所は、管理部門、警察部門、強制部門の3部門で成り立っている。警察部門には、捜査部、パトロール部、コミュニケーションセンターがある。パトロール部は指揮官の支配下に動く、特殊部隊がある。常時子や、 スクルーン湖の水上パトロールも行う。ウォーレン軍は南北戦争以降、共和党を強く支持してきた。軍議会の定数20のうち16議席を占めている。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では、ジョージ・ W ・ブッシュが55%の支持を得た。衆議会に送っている上下院両議員は共和党員である。軍内の登録有権者の中で、 共和党に登録した数が五十一パーセントであり、民主党登録者は二十三パーセントに過ぎない。近年は民主党も地盤を築いてきた。二千四年に再選を求めた民主党のチャールズ・シューマーアメリカ合衆国上院議員は、軍内で五十六パーセントの支持を得ており、クレンズ・フォールズ市議会では民主党が多数派になった。二千三年には民主党が 軍判事を取り、2006年には、州会員の議席を民主党員、キルステン・ジリブランドが奪った。2009年、デイビッド・パターソン州知事は、国務長官になったヒラリー・クリントン上院議員の後任にジリブランド会員議員を指名した。ジリブランドの転任で空席になった会員議員には、補欠選挙で民主党のスコット・マーフィーが当選した。 2008年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のバラク・オバマが共和党のジョン・マケインに対して僅差で軍を制した。オバマの得票は16,281票、マケインは15,424票だった。軍全体で小売業の年間売上高は10億1,093万米ドルになった。雑貨類で 1> 約1億米ドル、アパレルで約9800万米ドル、食品で約1億6300万米ドルとなっていた。医療とドラッグストアの売り上げは約4500万米ドルだった。軍内では医療機器について多くの発明が行われてきており、州内でも医療機器メーカーが集中しているところである。ノーマン・ジェキルとデイビッド・シェリダンがクレンズ・フォールズ地域に 医療機器産業を導入した。1940年代、戦争で疲弊していたヨーロッパから支給された材料で製品を生産した。代表的なメーカーが、クイーンズベリーにあるアンジオダイナミックスインクであり、抹消血管疾病を治療するための新習性が最小であり、画像で誘導する治療に使われる医療機器を生産している。グレンズホールズには、 ボストンサイエンティフィックコーポレーションもある。軍内には16の公立小学校がある。その中で、最大はクイーンズベリー小学校であり、児童数は1150人である。また、最小のものはエイブラハム・ウィング学校であり、児童数は146人である。中学校は9校あり、最大のものはクイーンズベリー中学校、生徒数は945人である。 最小のものは、ボルトン中央学校であり、生徒数は285人である。高校は11校あり、最大のものは、クイーンズベリーシニア高校、生徒数1301人である。最小のものは、ボルトン中央学校であり、生徒数は285人である。さらに、私立中等学校として、セントメアリーズセントアルフォンサス地域カトリック学校が、グレンズフォールズにある。 アディロンダックコミュニティカレッジが、軍内の高等教育機関である。クイーンズベリーにあり、学位取得や、資格取得のための広範な教育を行っている。ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校が、クリントン郡にあり、学士号と修士号を与えている。軍内の医療機関の中心は、グレンズフォールズにある410床のグレンズフォールズ病院であり、様々な診断法や、 治療法を行っている。軍内アディロンダック山地の麓には、ルザー音楽センターがあり、音楽を教えることに焦点を当てたサマーキャンプを行っている。毎年7月には室内音楽祭を開催し、一般に公開されている。アッパーハドソンミュージカルアーツも人気のある場所であり、プロの室内楽やソリストの講演を行っている。 ノースクリークのタナリーポンドコミュニティセンターでもコンサートが開催されている。また、グレンズホールズのチャールズ・アールウッド劇場ではアディロンダック演劇祭が開催され、年間を通じてプロの公演がある。ジョージコ・ウォーレン群はジョージコに関わる観光の中心地である。ジョージコはアディロンダック山地にある広さ28,160エーカーの湖である。 チュービング、水泳、カヤック、ボート乗りが行われている。湖周辺にいくつかの大きな見どころもある。レイクジョージ村のすぐ郊外にはプロスペクト山があり、湖岸道路沿いのスティールピアから観光船が出ている。村は人気のある観光スポットであり、多くの店舗や土産物店がある。村の外れ、群道6号線沿いにはジョージコ古船場がある。 北方には湖を訪れる観光客のためのホテルやモーテルがある。修道旧 N 号線沿いのハースストーンポイントや村の南のジョージコ古線上などにはキャンプ場がある。古城の島にもキャンプ場がある。ロング島には88のキャンプサイトがある。島や本土のキャンプ場はニューヨーク州環境保護省が管理している。グレンズフォールズにある修立武器庫 1907年軍内の歴史史跡の中でも特筆ものは1900年に建設されたジョセフ・ J ・フレデラの邸宅とガレージであり、その建築的な微細さで重要である。アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。他にもヨーロッパ系アメリカ人による1758年のナンパ戦、ランドトートイズがある。その他の歴史史跡として以下のものがある。チスターにある。 チェスタータウンハムレット州法のもとに、市、村、町の3種類の自治体がある。ありがとうございます。